はい、どうも、しのぶです。今日はね、ちょっと昔話をしたいんですけど、僕が子供の時、小学校、中学校ぐらいの時って、いわゆるアメカジリバイバルみたいなのがあったんですよね。なので90年代の半ばから、後半までにかけて、当時も雑誌を見たら、そのリーバイスの501がどうとか、ビッグ E がどうとか、対戦モデルがどうとか、いろいろあったんです。書いてあったんですよね。で、僕の周りのそのかっこいいお兄さんたちも、そういう格好をしてるわけですよ。やっぱこう洗脳教育じゃないですけど、それがかっこいい大人なんだなっていうふうに育っていくわけじゃないですか。で、僕も、大人になったら絶対そういう服着ようと思ったんですよね。中学生ぐらいだと思うんですけど、初めてそのお年玉をね、貯めて、いわゆるリーバイスのお店に行って、初めて、ジーンズを買ったりしてたんですよ。で、そっからもずっとジーンズが好きで今もやってるんですけど、18、17ぐらいの時に、そのリーバイスの中でも初めて高いやつを買ってみたいなと思ったんですよね。いわゆる今でもあるんですけど、レプリカモデルみたいなのがあるんですよ。ヴィンテージのレプリカ復刻版みたいな。当時で2万2、3000円とかしたのかな。高校生からしたら超大金じゃないですか。貯めて買いに行くわけですよ。で、散々悩んで買って、1着買って、うわー、もう最高、もうたまらん、もうこれもうめちゃくちゃいいやんと思って、1月からほぼ毎日のように履いてたんですよ。なので今の時期ぐらいまで、半年ちょい、ほぼほぼ毎日履いてて、今から考えたらね、めちゃくちゃ汚いと思うんですけど もうほぼ毎日履いてるから、今はさすがにそんなことしないんですけど、ある時、もうちょうど今ぐらいの季節にジーンズ履いてる足が痒いなと思ってきて、なんやろうなと思って、自分の部屋にいて、パッと見たらね、なんかこう小バエというか、ちっちゃい虫がね、いっぱいいるんですよ。点々と。これ毎日掃除してるはずやのに、なんやろなと思って、お菓子でもなんかこぼしてるかなと思って、ゴミ箱見てもお菓子捨てた形跡もないし、で、その部屋にも落ちてないし、なんやろなと思って、とりあえず掃除機をかけたんですよ。かけたんですけど、でもなんかこうかけても至る所にまた虫がポッポッポッているんですよ。なんやろなと思って、でもなんかこの足が痒いのはそもそも何なんやろうと思って、ちょっとこうジーンズをね、脱いでみたんですよ。そしたら、ジーンズ脱いだら、このジーンズのこの脇側のね、縫い目から小バエみたいなのがいっぱい出てきて、虫がめっちゃ出てきたんですよ。で、うわ、これかと思って、で、急いで全部脱いで部屋にバーンと置いてみたらね、ちっちゃい虫がジーンズのこの生地の隙間にめっちゃいたんですよ。小バエみたいなんが、うわー、気持ち悪いと思って、もう急いで洗濯機突っ込んで洗ったっていう話なんですけど、なので皆さんもね、ジーンズ好きで全然洗わないっていう人いると思うんですけど、できるだけ洗いましょう。特にこの夏場、どんだけ清潔そうな女性、男性、もうお肌がスベスベで綺麗な人でも皮脂汚れってあるんで、できるだけね、こまめに、毎日じゃなくたとしても、週に1回、10日に1回ぐらいはできるだけ洗いましょう。ということで話でした。ありがとうございました。